はカフェだったんだけど、うん、宿泊施設に生まれ変わりました。うわぁ、ね、最高、うん、ここ初めてでしょ。初めて、うん、あ、ナナちゃん、あ、なんか犬がいる。はい、ナナちゃん、ナナちゃん、ナナちゃんです。うわーすごいね。はい、ここで靴を脱ぎます。そうですね、リビングはエンド、シアーズ、お邪魔します。バスルームすごい綺麗ですね。はい、ありがとうございます。うわで、ここのバスルームいい感じですね。はい。Here's toilet. Separate. Separate ね。うん。衛生的だよね。Okay. はい。で、ここらはベッドルーム。わあ。いやあ、一回止めたい。止めてみたい。と思うでしょ。あ、庭もあれやね。うん。すごい。スピーカー残してみたからね。ああ、スピーカーからも。この。うん、うん、うん。いや、落ち着く。いいでしょ。うん。いつでも泊まりたくなったら、いつでもね、うん、誘って。いやこちらがおかみの小林さんです。はい、小林さんです。はい。小林です。はい、この前まではそちらがカフェ。ここがカフェ。カフェだったんですか。はい。それをリフォームしました。なるほど。で、全部で5人は泊まれる。あ、2階もあるんですか。はい、2階で、下はベッドルームだけど、はい、上はお布団。お布団で。和室で3人まで泊まれる。なるほど。ああ、すごい。だから家族とかファミリーとかで来る人は、ね。あ、確かに。うん。気持ちいいよ。ですよね。全部取ってね。いい感じでしょ。そう。ここにお布団。ここにお布団が入ってます。うん、ね。泊まるときはここで3人は泊まれます。はい、あ、ナイス。うん、で、外は景色は見えるし。畳もあるし。うん、そうそう、こっちの。さっきのお食事のところも。あるんですね、ここから見えるし、朝気持ちいいよね。うん。今日は晴れてるから気持ちよかったね。すごい。撮影日和。うん。うわぁ、この景色はすごい綺麗ですね。うん、お。で、泊まりたい人は、はい。オフィスパルマ。できるんですね。なんだっけ、糸島じゃなくて、ジャパンカントリースタイルね。まで連絡ね。えい、はい、うん。してくれたら、はい。お高く泊まれます。いや、できる。え、で、小屋さんは、うん。ここは今年、ついこの間、オープン、はい、ね、リニューアルしてオープンしたんだけど、お店自体は、何年か、14年やってるんですね。はい。結構長いですね。なんか聞きたいことある？そうですね。糸島の出身ですか？いえ、北九州。北九州。で、ね、で、糸島に来て、どんなきっかけで、浮竹車両を始まろうと思ったんですか？大学の時によく糸島に遊びに来てましたね。福岡大学だ。はい。だから、学生の頃から糸島はいいなと思ってましたので。それで、うん、はい、古い民家を探して、ちょうどここが手に入ったので始めました。で、この前、直子さんと昼ご飯食べたんですけど、はい、こう、その美がある昼ご飯が出てきて、すごいびっくりしました。はい、ありがとうございます。それ、小林さんがその自分のスタイルというか、こう、手作りの
和菓子とか、はいはい、それはどこで学びましたんですか？実家ですね。家が小倉で、ああ北九州にあるの実家が、うん、有名なね、料亭だったの。なるほど。だからその時の、あの全部、はい、あのお道具だったり、うん、食器、それからレシピですね、はい、お料理のレシピもそうです。食器まで、そう、うん、全部。ほら、あの箱解析の、あ、はいはい、それとか、まあ、お茶碗とかね、いろいろ飾り物もありますね、はい、そういうのも全部こっちで使ってる。こういうテーブルとか持ってくるの大変だったね。それもこれもいいよね。ああ、そうですね、うん、すごいです。下でお話ししよう。そうですね、そうですね、鏡が、うん、14年ですね、うん、あ、すいません、ありがとうございます。ここからの景色もいいね、うん、面白いでしょ。うわぁ、だから、うん、もう一組だけ貸し切り。貸し切りでね、うん、これ全部ね、うん、料理と含めて。夕ご飯とね。はい、うん。冬はここのストーブが入るしね。うん。ここでね。マスストーブです。じゃあ小林、そう、うん、小林さんとだから、私は何年、十年、そう、付き合いがね、あの頃ちびたび、ちびたびだから5年ぐらい。そうですね、5年ぐらい、5年ぐらい始めた頃、ね、うん。でそのだってね、14年間の中で糸島が多分だいぶ変わってきたと思うんですけど、はい、その一番変わったところはどこですか？うん、一番変わった、あ、やっぱり糸さいさいができたとか。お、はい、そういうことかな。産直がね、うん、あるから、それを買いに来る人もいるし、うん、でもここのやり方自体は基本的に変わってないし、うん、そうですね、うん、まあ、糸島の二見ヶ浦の方のね、島の方はね、島半島のあちらはね、すごく賑やかになってきましたけど、こちら側はね、山側は、はい、だって変わらない、あまり変わってない、うん、知る人しか来ないっていうか、はい、落ち着いたお客さんしか来ないから。なるほど。若い人はね、うん、やっぱり海の方に行くでしょ、はい、だからあちら側いろんなお店がね、カフェとかですね、カフェもショップもいろいろできましたよね。なるほど。ただ欧米の人たちからすると、うん、あんまりあっちはカリフォルニアにもあるような、うん、あまり興味ないと思う、うん、逆にあんまりね、まあ二見ヶ浦の夫婦岩ぐらいはちょっとね、キャップぐらいはね、まあ、そうですね、あれだけど、うん、どっちかっていうとこの静かなお寺とか、こういうところの方がみんな喜ぶ、はい、だからそういうのは、まあ、原風景ね、日本の、うん、だからそういうもう田園風景も含めて、そういうのに普通に自然のありのままの日本っぽいところに案内をするツアーを今組み立ててて、うんうん、じゃあ2泊3日とか3泊4日とかで、うん、今上赤前も綺麗でしょ、うん、今から撮るんですね。わあ、ね、今度またそうですね、うん、で Let's stay レッツステイ、そうそうそうファミリーでやる、うん、ハニムーンいいね。じゃあその最後に、その欧米人とか外国人に、なんですか、ここで泊まる有益とか、どんな体験ができるんですか、小林さんからちょっと。ここにステイしてる人とか。そうです。どんな、うん、まあ印象とか残ってほしいですか。まあ、日本の原風景ですね、はい、昔ながらの日本の風景、あとね、多分ね、小林さん自身がその人たちにとって日本にいる親戚のお姉さん、うん、おばさんみたいな立場でおもてなしをしてくれるから、うん、また来ようっていう風になってくれるのが一番。なるほど、そうなればね、上限客に、うん、ただ
ですね、和食ね、うちは和食ですので、はい、日本の料理がお口に合えばいいなとは思いますね。あ、はい、確かに、ほとんどのお客さんが今までは日本人だったんですか。そうですね、この、はい、あ、じゃあブランドの一号がない確かにこうちょっと なんか変わってる味と言えないんですけど、こう今まで経験したことない味の食べ物、うん、が出るので、大体、うん、そうですね、素材に大切にする、そうです、はい、スパイシーじゃないから、はい、だから、はい、まあ、スパイシーなのが好きな人はね、はい、まあ、カレー粉でも良いしょとか唐辛子とかね、まあそれとあとはもう本当に、うん、あの自然、はい、日本の自然の風景、うん、から棚田とか、まあ夜は妙がないので星がとっても綺麗だし、ほう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 、まあ、夏の初めはホタルもあるし、あ、はいはい、うん、それからね、歩いて下まで海岸に行けば夕日が綺麗ですね。はい、え、海岸といえばどこ？この下の二条深、あ、はい、なるほど、あそこから、ね、綺麗な夕日が見れます。あ、こっちから自転車だと何分くらいかかると思います？15分くらいかな、うん、あ、歩いて30分くらい、あ、近いですね、うん、ほう、ただ散歩するのもちょうど、それはもう最高です。代わりに奈々ちゃんが散歩してきてくれると思います。あ、そうだねはい、です、株主さんありがとうございます。小林さんありがとうございます、はい、で今から赤丸、そうですね。なおこ冒険続きましょう。はい。おーいおー、なんか花みたいな感じで、うわー。竹だからね。あ、すごい。ほら、内側もほら。いい。ね。え、もしかしたら小林さんが作りました。いい。すごい。これはなんていうの、ジャノメガサ。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 京都行くとよくお土産で売ってたり。バンガサ。バンガサね。うん、うわぁ。なんか言ってる風に、はい。すいません。はい。はい。ありがとうございます。はい。小林さん、ありがとうございます。ああ、ごめんなさい。はい。